ピング、セオドアス・タック・ウィルキンソンは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。名誉勲章受賞者。1943年7月以降のソロモン諸島の戦いなどの上陸戦において、アメリカ海軍の両用汚染部隊司令官の一人として活躍した。ピングこと、セオドアス・タック・ウィルキンソンは1888年12月22日。 メリーランド州アナポリスでアーネスト・ウィルキンソン海軍将尉の息子として生まれる。1905年に海軍兵学校に入学し、1909年に首位の成績で卒業した。アナポリス時代はスポーツに長けニックネームのピングは特にテニスや卓球を得意としていたことから名付けられた。卒業年時からアナポリス1909年組と呼称された世代からは、 冷凍機械戦における、スリガオ海峡野戦で、戦艦部隊を指揮したジェシー・ビー・オルデンドルフ、戦艦、ノースカロライナ初代艦長オーラフ・エム・ハストベット、初代海軍作戦部長のウィリアム・エス・ベンソンを父に、持つ戦艦、ワシントン初代艦長ハワード・ H ・ J ・ベンソンらがいる。アナポリス卒業後、ウィルキンソンは、候補生として2年間の海外勤務の義務のため、戦艦、カンザス及び、 サウスカロライナの組ミとなる。1911年6月5日に少位に任官後、ワシントン DC のジョージ・ワシントン大学に席を置きながら海軍省兵庫局に勤務し、1913年7月25日に戦艦フロリダに配属され、再び国外での任務に就く。時はメキシコ革命の最中、フロリダもベラクルスに派遣される。 1914年4月21日から22日にかけて、ウィルキンソンはフロリダの第二陸戦隊を率いて、ベラクルスでの戦闘に加わって、税関を占領。熟練して勇敢なリーダーシップを発揮し、卓越して顕著である行為が認められて、名誉勲章を授与された。この時、ウィルキンソン以外に名誉勲章を授与された者の中には、 空母任務軍を指揮したフランク・ J ・フレッチャーや、ムロラン艦砲射撃を行ったオスカー・シー・バジャー2世、アメリカ海軍航空隊の一室を築いたウィリアム・ A ・モフェットなどがいる。名誉勲章環状階級と所属、アメリカ海軍、記事と年月日、1888年12月22日、アナポリス、メリーランド、推薦、ルイジアナ州第177番。 1915年12月4日付、他の受賞歴、主勲賞、金星賞1914年4月21日及び22日のベラクルスにおける戦闘において、ウィルキンソン少尉は、両日の戦闘に参加し、熟練して、勇敢なリーダーシップを発揮して卓越して顕著である。行為が認められた。名誉勲章受賞者となったウィルキンソンは、8月4日に、総工巡洋艦 テネシーに乗り組んで、2日後には、大西洋に向かう。テネシーとノースカロライナは、第一次世界大戦勃発によって、ヨーロッパ大陸に取り残されたアメリカ国民を収容する任務についていた。9月3日に、パリで海軍武官付けとなった後、地中海方面で行動していたノースカロライナに合流し、大西洋艦隊第7分隊及び第2分隊の指揮官となった。 1916年7月から1919 19年7月までの間、ウィルキンソンは平坦局実験部門のトップとなる。この時代、平坦局実験部門では、ウィルキンソンの指揮の下で2つの顕著な開発品があった。一つは毒ガスを仕込んだ煙幕であり、もう一つはマーク6型機雷用の発火装置だった。後者は、 ドイツ U ボートが北海を通って外洋に出るのを阻止するために構築された北海嫌雷席で使用された。アメリカ海軍では1970年代までに退役したものの海上自衛隊が国産化した66式嫌いは1990年代に入っても現役であった。ウィルキンソンはしばらくの間陸上勤務と海上勤務を行ったり来たりする。カンザスび ペンシルベニアで法術長を務め、1921年から1922年の間は駆逐艦、オスボーン、ゴフ及びテイラーの艦長を務め、平坦局実験部門に復帰した。その後は1925年1月から1926年12月まで駆逐艦、キング艦長を務めた後は、海軍省公開局省工人事課の記録部門のトップとなった。 1930年6月、ウィルキンソンは、偵察艦隊司令官アーサー・エール・ウィーラード少将の元で、法術参謀を務め、1931年12月には、召喚会議の秘書官となる。その間、1933年のジュネーブでの海軍軍縮会議、及び1934年からの第二次ロンドン、海軍軍縮会議にも出席した。 1934年9月から1936年6月まで、ウィルキンソンは、従順洋艦、インディアナポリスの副艦長となり、続く3年の間は、公開局企画家のトップとなる。偵察艦隊主席参謀として、インディアナポリスに戻った後、1941年1月には、戦艦、ミシシッピ艦長に就任した。1941年10月15日、 ウィルキンソンは少々に昇進して、アメリカ海軍情報局局長に就任するが、このポジションにいたことで、1941年12月8日の新珠湾攻撃に関する論争、特に当時の合衆国艦隊兼太平洋艦隊司令長官ハズバ発番の金メル大将が、日本の攻撃の危険性を十分に警告されていたか、どうかという天皇論争に巻き込まれることになる。 ウィルキンソン自身や周囲の者の,の証言を総合すれば、情報局は知能に長けた局員を集めて、情報分析に当たっていたが、それとは別に、当時戦争計画部長だったリッチモンド系ターナー少将は1940年の時点で、日本側の意図や戦略プランに基づいた艦隊動向に関する情報を、ほぼ独占的に受け取っていた。戦争計画部長としてのターナーは、 海軍作戦部長、ハロルド・スターク大将及び作戦部、次長ロイヤル・イー・ンガソル少々以上に強大な権限を握っており、上官であるはずのスタークやインガソルをも顎で使うようになり、スタークやインガソルはターナーが出した案をそのまま丸呑みにするようになる。そのような状況のもと、権威を傘に来たターナーは11月24日、フィリピンとグアムに対し、 別々の奇襲攻撃の可能性があるとの艦隊司令官への伝文を受けた、続いて11月27日には、これは警告だ。日本の大敵行動は数日内に明らかになるだろう。その目標はすなわち、フィリピン、タイ、クラ地境及びボルネオあたりだろう。適切な防衛準備をせよという伝文も用意された。しかし、この二つの伝文は放置されるか、さして重要視されなかった。 ウィルキンソンは12月2日、艦隊司令官宛ての伝文で、日本の領事はコード A を破壊するよう指令を受けた。抗戦状態に近い警戒レベルに上げるようにと指示を与える。しかし、それ以降新珠湾への一撃の、その瞬間までに、パープル暗号解析による情報分析の結果を含め、一切の警告は送信されなかった。ターナーは、 日本側の意図に関する解釈について意見を求められた際、日本軍が真珠湾を攻撃する可能性は半分半分で、それは常に思っていたことだと述べた。このターナーの発言を受け、1945年12月に開かれた両院合同サモ委員会はターナーを真珠湾攻撃の可能性を高く見積もっていたワシントン界隈のただ一人の高官として位置づけた。 一方、ウィルキンソンは、ターナーとは、対照的に、日本の最初の一撃は、東南アジアのいずれかであり、アメリカとの直接対決は避けそうだという見解こそが、攻撃前のアメリカの高級士官の間では、広まっていたと述べていた。ウィルキンソンは1945年5月から7月に、かけて行われたヘンリー・ケント・ヒューイット大将による一連の調査においても、 警告伝文を見たと証言していたが、両院合同査問委員会で、ヒューイットの調査での証言を翻した。マッコーリーにて、左からレナード・カイウィング陸軍大佐、ウィルキンソン、ターナー、ジョン・ H ・ヘスター陸軍少将1942年8月、ウィルキンソンは、太平洋艦隊、第2戦艦部隊司令官となって会場に出る。ついで1942年、 1943年3月には、南太平洋部隊に、第三艦隊の故障が与えられた。第三艦隊指揮下の上陸軍は、第三両用船部隊と呼ばれ、ガダルカナル島の戦い以来、ウィルキンソンが情報局長時代から相対していた、ターナーが、ソロモン諸島の戦いの局面は、ニュージョージア島の戦いに移ろうとしており、その戦いも全般にわたってターナーが指揮するものと、 思われていた。しかし、戦いの途中で、ターナーがソロモン諸島から去り、その後任としてウィルキンソンがつくこととなった。激闘のソロモン戦線とは、打って変わって、1943年中旬頃までの中部太平洋方面はあまり大きな戦いもなかったが、この方面を担当する第五艦隊が編成されて、エセックス級航空母艦などの新鋭艦も、 第五艦隊にずつがれ、有数の大艦隊となっていた。第五艦隊司令長官に就任した、レーモンド・スプルーアンス中将は、上陸部隊の指揮官の選考に悩んでいた。そこで目をつけたのが、チキであり、海軍大学校の同僚だった、ターナーだった。スプルーアンスは、無理を承知で、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ対象に、 ターナーの昇兵を要請したところ承認され、また、合衆国艦隊司令長官権海軍作戦部長、アーネスト・キング大将とハルゼーの了解も得られたので、ターナーは中部太平洋に転じることとなったのである。もっとも、ターナー自身は、戦いの行方がある程度見通せるまでは、入場ージョージア島の戦場に泊まるつもりだったが、陸軍側の上陸部隊の指揮官鋼鉄問題を、抱えていたハルゼーは、 ターナーが介入して問題がさらにもつれることを避けるため、期日通りにターナーを中部太平洋に送り出し、ウィルキンソンに交代させた。1943年7月15日付で第三両要船部隊司令官となったウィルキンソンは、すでに策定されたカートホイール作戦の作戦計画を着々と推し進め、8月15日にはベララベラ島南端のビロア地区に、 約6000名の物体を上陸させ、シービーズが飛行場を建設して、ブーゲンビル島に対する共闘補とした。ベララベラ島攻略の功績により、ウィルキンソンは2度目の主勲賞を受賞した。次なる目標は、ブーゲンビル島、太郎沖並崎であり、近在のトレジャリー諸島も攻略目標に含まれていた。しかし、ここまで相次ぐ日本艦隊の反撃などで艦艇の消耗も、 激しく上陸部隊を輸送するウィルキンソンの第三両用船部隊の手持ち兵力は駆逐艦11隻という船戦12隻で第三海兵士団を中心とする3万4000名の上陸部隊を輸送しなければならなかった。第三両用船部隊を間接護衛して支援する兵力もアーロン・エス・メリル少将率いる第三十九任務部隊のみとなり、ハルゼーは小詰めとして 空母と巡洋艦、駆逐艦の着用を訴えて承認されたが、すべてがブーゲンウィル島の戦いの開始に間に合うわけではなかった。11月1日の朝間だけ、ウィルキンソンの第三両用船部隊はエンプレスオーガスタ湾に突入し、上陸部隊と武士を無事に陸揚げした後、夕方には撤退していった。これを察知した日本海軍は、大森浅太郎少将の艦隊で殴り込みをかけるが、 メリルの第39任務部隊に追い返され、小詰めでやってきた栗田竹雄中将の艦隊は、着用した空母軍の空襲により追い返された。パロキナ岬には無事飛行場が完成し、ブーゲンビル島内の日本軍にやラバウルへの圧力となった。ソロモン諸島の戦いにおける飛び石戦法は、歴史家サミュエル・ E ・モリソンに激賞され、戦争終結後の東京裁判前の取り調べで、 内閣総理大臣も務めた東条秀樹陸軍大将が潜水艦の活躍及びアメリカ軍の航空戦力と並んで日本の範囲の一つとして挙げられた。ウィルキンソンは東条が言うところの日本の範囲の一つを担ったわけである。ラバウルの包囲網構築は1944年に入っても続き、1944年2月23日には、 グリーン諸島の攻略戦を指揮。第5艦隊に代わって、第3艦隊が中部太平洋方面で作戦すると、ウィルキンソンはターナーの部隊をそっくり引き継ぎ、ペリリューの戦い、アンガウルの戦い及び、ウルシー艦渉の無血占領を進めた。ペリリューとアンガウルの功績で、ウィルキンソンは主君賞に代わる金星賞を受賞した。フィリピンの戦いでは、 第3両用船部隊が、トーマスシー・キン景の中将の第7艦隊に貸し出されていたため、ウィルキンソンも第7艦隊の指揮下で行動する。1944年10月1日から1945年1月18日の間、第3両用船部隊改め第79任務部隊を率いたウィルキンソンは、レーテ島の戦いに始まり、輪外湾上陸作戦までのフィリピン方面の 攻略戦を指揮し続けた。なお、ウィルキンソンは1944年に中将に昇進する。1945年9月、ウィルキンソンは海軍省勤務となり、前述の両院合同参謀委員会への出席の後、1946年1月からは統合参謀本部内に設けられた戦略調査委員会のメンバーに選出された。しかし、 その1ヶ月後の2月21日、ウィルキンソンは、ハンプトンローズのエリザベス川を、フェリーで渡過中、運転していた車が急発進して、川に転落する。同乗していた妻キャサリン、57歳ボーツ。ウィルキンソンは、アーリントン国立墓地の第二区画3645地に埋葬されている。1952年に収益した、ミッチャー級駆逐艦の4番艦。 ウィルキンソンは彼にちなんで命名された。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、井上成美、大川内伝七、小沢寺三郎、草勝と無一、小松照久らを排出した37期に相当する。ありがとうございます。